ラリー・ハグマンはアメリカ合衆国の俳優、テキサス州フォートワース出身。父親はスウェーデン系の弁護士、母親は後にブロードウェイでミュージカル女優として活躍したメアリー・マーティン。5歳の時に両親が離婚したため、彼はカリフォルニア州とテキサス州の祖母の下で暮らした。バード大学卒業。朝鮮戦争中は軍に入隊、後ロンドンに配属され、 1956年に除隊。除隊後、ニューヨークに渡り、ブロードウェイに出演する。その後、テレビドラマから出演の幅を広げていき、1965年に放映が開始された、コメディードラマ、可愛い,い魔女、ジニーで魔女に翻弄される宇宙飛行士、トニー役を演じ、人気を博した。さらに、1978年からスタートした。 ダラスで、冷酷非常な野心家の主人公、ジョン・ロス・ユーイングを演じて、その人気を不動のものにする。その続編シリーズにも出演した。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれている。1992年に肝硬変と診断され、長年にわたる大量の飲酒を明らかにしていた。1995年には、悪性腫瘍が肝臓に見つかり、臓器移植を受けた。 政治的にはリベラルな立場で1960年代から平和自由党の支持者だった。また、同じテキサス州出身のジョージ・ w ブッシュ大統領をあまり良い教育を受けていない哀れな人物、アメリカをファシズムに導こうとしているなどと全く評価していなかった。2012年11月23日、咽頭岩による合併症のため死去。十一歳。 ニューヨークタイムズは彼をダラスで演じた JR ユーイング役にちなみ、テレビで最も愛された悪役の一人と追悼した。ありがとうございます。